どうも、皆さん、今回は皆さんに投票してもらった今年のアニメ映画総選挙の結果発表動画だよ。今年から始めたやつやな。毎年毎年、映画もやってくださいと言われてはいたんだけど、時間の都合とかもあってなかなかできなかったんだよね。今年は、重い腰を上げたわけやな。そんな初開催の企画ではあるんだけど、3016人の方にご協力いただきました。お、いや、ほんと、多くの方にご協力いただいて何よりだよ。これは結果が楽しみやな。相当予想外というか、強って結果になったで。どういうこと？まずは、30位、マイエレメント、58票。おお、ピクサー最新作がランクインですか。この作品、海外でも、初週の興行収入はそこまで良くなかったんだけど、公開してる間に口コミで伸びていった作品なんだよね。ピクサー最新作なのに初週から伸びないってのは、なんとも厳しいところやな。火、水、木とかいろいろなエレメントが住んでる国。そんな国では、火は忌み嫌われてるんだ。ありとあらゆるものを燃やしてしまう。存在ある火は、移民であることもあって毛嫌いされてる部分がある。移民問題とか人種差別みたいなことも、描いとった部分やったな。そんな火の女の子が、水の青年と出会うところから物語が始まる感じなんだ。ピクサーらしい映像表現と、まっすぐなストーリーがあったからこそ、多くの人に受け入れられたんだと思う。もっと評価されるとええな。続きまして29位、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった、68票。おお、ハメフラの映画版か。これ、私は見に行ってないんだけど、そこそこ評判はいいみたいだね。テレビシリーズも人気やったし、そこからの映画オリジナルストーリーで、ファンなら無難に楽しめるって感じやったみたいやな。12月は激戦区だったし、興行収入は、そこまで伸びてはいないんだけど、ファンが楽しめる作品に仕上がってるのは、この手の映画の大前提ではあるし、ちょっと聞こえは悪いけど、無難な仕上がりってことなんだろうね。そんな作品がピクサー最新作より上ってのが、いろいろと察するものがあるな。ちなみに、ディズニー最新作のウィッシュは8票しか入ってなかった。8票、3016人が最大で5つ選択できるのに、8票。今のディズニー、ピクサーの日本のオタクの印象が、そういうことなんだろうね。かつての映画はどこに？続きまして28位、すみっこ暮らし、継ぎはぎ工場の不思議な子、76票。すみっこ暮らし来たー。すみっこの映画は、本当に、毎年毎年楽しまさせてくれるんだ。一作目は実質な好きの子と言われたりして、SNS で変にバズったんだよね。あれはオタク特有の古代表現やったな。一作目と二作目は感動路線だったんだけど、この作品は感動路線ではあるんだけど、同時にブラック企業を描いてて、すみっこたちが、ブラック企業の工場で働くことになるんだ。大人が見ると、胃がキリキリする環境やったな。でも、ラストは、すみっこ映画らしい物語になってて、映画館だからこその演出も生きてた作品だったね。第4弾にも期待やな。続きまして27位、名探偵コナン灰原哀物語黒金のミステリートレイン、80票。おお、新作コナン映画の前に総集編みたいなやつよな。うん、名探偵コナンは、ここ最近、新作映画をやる前に、新作映画でメインとなるキャラクターに絡んだエピソードをまとめたものを映画でやってるんだ。まあ名探偵コナンも、シリーズものとして長くやってますから、そういう振り返りって大事なんやろうな。この作品も、新作で、灰原哀ちゃんがメインになるからこその彼女のストーリーの総集編的なものなんだけど、1時間半くらいでよくまとまってたね。来年も、怪盗キッドの総集編映画みたいなのやるみたいやし、毎年の恒例になるかもしれへんな。続きまして26位、Once Upon a Studio -100年の思い出、81票。おお、ウィッシュの前にやった短編映画やな。ディズニー最新作であるウィッシュと同時上映された作品で、ディズニープラスだったり、今は YouTube でも配信されてるんだけど、劇場では特別吹き替え版になってるんだよね。過去のディズニー作品のキャラが大集合で、声優さんたちも、そのまんまなのがすごいところよな。ウィッシュ本編より、こっちの方が印象が強いんだよね。こっちの方を1時間半くらいで見たかったなって思っちゃうくらい良かったんだよ。ディズニー100周年なんやから、ミッキー主人公の映画にすれば良かったのにな。個人的にアラジンが出てきた時に、あ、ハガケンジじゃないんだって思ったのが印象に残ってるよ。くさ、その感想が出てくるのは、間違いなく昭和世代や。続きまして25位、アイカツ、テンスストーリー、未来へのスターウェイ、88票。アイカツ、アイカツ。アイカツ10周年記念映画として、制作されたんだ。個人的にはアイカツシリーズ追ってないから、詳しくはないんだけど、感想を調べたら結構好評だったみたいだね。去年は、アイカツの曲手がけとる作曲家さんが逮捕されたりとか、いろいろありましたからね。それを乗り越えて、上映っての灰色色と制作側も大変やったやろうな。続きまして24位、ポールプリンセス、90票。おお、謎のウェブアニメから始まった作品よな。ポールダンスっていうかなりニッチなものを題材にした作品で、前日、端的にウェブアニメが配信されてたんだ。なんか、いろいろとぶっ飛んどったよな、野良のポールダンサーとか。私は、劇場に見に行けなかったんだけど、ポールダンスのシーンの表現も素晴らしいみたいで、
BT が出たらチェックしたいところだね。テレビアニメとかでやったらもう少し盛り上がったかもしれへんな。続きまして23位、アイドリッシュセブンライブ4ビットビヨンドザピリオド108票。アイドリッシュセブンさんはほんますごいよな。タイトルでもわかる通り、アイドリッシュセブンのキャラクターたちによるライブアニメではあるんだけど、興行収入20億突破してるからね。それだけ根強いファンがいるってことやな。ほんまにいい加減リュウさんはアイドリッシュセブンを見ないとあかんで。もうめちゃくちゃ気になってるからさすがに手を出すと思うよ。ほんまに。続きまして22位、映画ドラえもんのび太と空のユートピア120票。ドラえもんすっこ。この作品本当に素晴らしかったんだ。ドラえもん映画らしい序盤と終盤の展開は藤子先生イズムをきちんと継承してて、そこからエヴァンゲリオンのような世界系の話も盛り込んでる。古典的なドラえもん映画のテンプレは混ぜつつも世界系っていう要素を混ぜとるのはすごいよな。去年はワンピースフィルムレッドも世界系だったんだけど、既存の国民的アニメといえる作品に世界系要素を混ぜる流れが生まれてくるのかもしれない。コナンもある意味世界系やけどな。コナンさんのおかげで渋谷が守られましたし。続きまして21位、金の国水の国116票。リュウさんが散々宣伝がうんこやったけど内容は素晴らしいって絶賛しただけに、興行収入とは裏腹に人気ランキングには食い込みましたね。私も今年の地道な布教活動が成果を出したって思ったよ。長い間戦争をしていた2つの国、冷戦に伴って2つの国で結ばれたとある契約、そんな契約に巻き込まれた決して美少女とは言えないお姫様と頭はいい図書館長の息子が出会ったことで描かれる物語だったんだ。どこか童話的でもありつつ少女漫画的でもありつつっていう、ほんまにええ作品やったな。作品として地味ではあるし、宣伝も泣きを強調してて足を運んでない人もいると思うんだけど、配信とか BD でぜひ見てほしい作品だね。じんわり染み渡る作品よな。続きまして20位、窓際のトットちゃん128票。おうおう、ただいま絶賛公開中のやつよな。ちょっと年末進行で見るタイミングなくて年内行けるかどうかすごく怪しいんだけど、めちゃくちゃ気になってるんだよね。あの黒柳徹子さんの有名な自伝小説が原作よな。うん、累計発行部数は800万部を突破した戦後最大のベストセラーと呼ばれた作品なんだ。私は原作も読んだことがあるだけにめちゃくちゃ気になってるんだけど、タイミングが年始かなこれは。続きまして19位、鬼滅の刃上限集結そして刀鍛冶の里へ132票。くさ、鬼滅の刃さん強すぎるやろ。この作品は2期の終盤と3期の1話をつなげたものなんだけど、つなげただけで興行収入は31億を突破してるんだ。強すぎる。無限列車編が400億突破しとるだけに、たかがつなげただけの総集編的な作品でこれやもんな。戦闘シーンがもともとテレビアニメとしては異様な作画で描かれてるから、劇場で流しても遜色がないことも大きいし、3期の1話の先行上映っていうのもファンとしては嬉しいし、そういうファン心理をついた作品ではあるんだよ。4期の前にまた同じようにやるんやろ。このやり方で定期的に20億とか30億稼げるのは鬼滅の刃のすごいところやな。最近のテレビアニメの作画のクオリティは上がってるし、人気の作品は2期とか3期の前に似たようなやり方で劇場版やってもいいと思うんだけどね。呪術廻戦さんあたりがやらへんかな。続きまして18位、スパイファミリーコードホワイト184票。おう、スパイファミリーの映画がこの順位ですか。話題性の割には低い印象やな。スパイファミリーの公開日に合わせて投票も始めたこともあると思うんだけど、まだ見てないって人もいるせいだとは思うんだよね。年末はみんな忙しいからな。ただそこを考慮したとしても、この作品はいわゆるファミリー向け映画として制作されてて、スパイファミリー映画としてはこれでいいんだ予感はあるんだけど、結構無難な仕上がりなんだよね。よく言えば万人に受ける感じなんやけど、悪く言うと名作というのには一歩足りないみたいな感じやな。そのあたりのインパクト不足はあるのかなとは思うけど、今後も定期的にスパイファミリー映画が作られていくことを期待したいね。目指せ国民的アニメ。続きまして17位、駒田蒸留所へようこそ188票。おう、 BA ワークスさんのオリジナルアニメ映画やな。興行収入としてはそこまで伸びなかったんだよね。ウィスキー作りを題材にした作品で見た人の評価は結構いいんだ。リュウさん結局見逃したな。 BD 待ちしてます。劇場に足を運ばへんと映画は BD とか配信まで半年以上待つことになるからな。続きまして16位、サイコパスプロビデンス200票。サイコパスシリーズも根強い人気があるな。1期は派遣と呼ばれるほどの人気作になったんだけど、2期以降は1期でついたファンが追ってるって感じになってるんだよね。思った以上にストーリーが続きすぎとるんよな。テレビアニメ3期へとつなぐストーリーが描かれてて、見た人からの評価は高いんだけど、私はサイコパスシリーズが真の意味で完結してから見ようかなと思ってスルーしちゃってるんだよね。いつ完結するんやろうか。続きまして15位、北極百貨店のコンシェルジュさん241票。
おうおうおう、リュウさんがあまりにも興行収入伸びなくて嘆いてたやつやー。これ本当に良い作品だったんだよ。動物たちが訪れる百貨店を舞台にしてて、人間たちがそんな動物を接待する従業員なんだ。70分ほどの尺で完成されたストーリーと世界観が描かれとったな。ただ地味な感じは否めないし、金の国水の国以上にヒットしなかった。だからこそ面白いんだよと、ここに3ヶ月叫び続けたんだけど、それが少しは伝わったのかなって。 BD とか配信で見てない人もチェックしてみてな。津田健次郎さんの演技やばいで。続きまして14位、サンドランド250票。リュウさん、金の国水の国といい、北極百貨店のコンセルジュさんといい、そしてこの作品といい、普及活動してきた回があったな。まあ私主催の総選挙だからこそ、この3作品の投票率も高かったのかもしれないね。この作品は鳥山明さんの漫画が原作の作品なんだ。手書きの作画と 3D の作画をうまく合わせた作品やったよな。その映像表現も素晴らしいんだけど、悪魔がいる世界で、水が減ってしまった世界で、水を求める旅に出る、このストーリーがシンプルで面白かったんだ。そのあたりはさすがは鳥山明さんって感じがするよな。悪魔の王子である主人公と老兵、この組み合わせも良いんだけど、それゆえに渋い作品になってることは否めない。ヒロインらしいヒロインもいないし、その辺が興行収入伸びなかった原因かもしれないね。戦車での戦闘シーンもありますし、 BD とか配信でみんなチェックしてみてな。続きまして13位、青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない、282票。青豚も大人気作品やな。原作を手掛けている鴨志田はじめさんは、私たちくらいの年齢のオタクにとっては桜草のペットな彼女の印象があまりにも強いんだよね。サムネタンか。そんな汚名を返上して大人気のアニメになったのは喜ばしいことだね。この作品は高校生編の完結作として上映されたんだ。桜草のペットな彼女も原作ではサムネタンやなかったのにな。なんであんなことになってしまったんや。続きまして12位、響けユーフォニアムアンサンブルコンテスト294票。ユーフォニアム来年3期やりますよね。響けユーフォニアムシリーズも大人気の作品で、この作品は57分ほどの短い作品なんだけど、多くの人が投票してくれたんだ。それだけ人気ってことやな。吹奏楽を経験してる人には特に刺さるみたいなんだよね。総選挙の中でコメントを残してくれた中学3年生の女の子がいるんだけどさ、このチャンネル中学生見とるのか。僧侶悪シリーズのレビューとか見たらあかんで、あれは R18 や。その子が中学生の最後にコンクールで優勝した時の思い出も語ってくれてて、後輩と一緒に見に行った時の心境の変化とか作品からの影響をストレートに語っててさ、本当に眩しかった。私たちにはもうない青春の輝きやな。ちなみに雪で映画見に行けないって女子大生もいた。くさ、かわいそう。あとついでに26歳の男性ボディビルダーも。その情報いるんか。このチャンネルは JD と JC とマッチョに応援されています。くさ。続きまして11位、青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ない、304票。おうおう、また青豚ですか。今年は2作品もやったったんやな。映画でどんどん続編が作られるってすごいことなんだよね。アニメ以上に映画はリスクがある。それだけ見てくれる人がいるからこそ、こうやって多くの劇場アニメが生まれてるんだ。青豚そろそろレビューせえへんとな。続きまして10位、映画プリキュアオールスターズ F 326票。我らがプリキュアが今年のベスト10に入ったで。プリキュア大集合なオールスターズの映画なんだ。私の中の人の奥さんが見に行ってたことが個人的には記憶に残ってる。プリキュア女子やからな奥さん。私がシティハンター見て土系色の顔色で出てきたのに、奥さんはめっちゃ明るい笑顔を浮かべてて悔しい思いをしたよ。一緒に同じ映画見ればええのに、なんで別々に見とるんやこの夫婦。だから結婚したとも言える。互いの趣味に理解あるのはええことやけどな。続きまして9位、ガールズ&パンツァー最終章第4話357票。ガルパンガルパンガルパン。個人的にはいつ完結するのかが気になってるんだけど、ようやく第4話が公開されたんだ。待たされたな。こういういわゆる分割商法ってやればやるほど興行収入が下がりがちではあるんだけど、そこはガルパンさん根強い人気で興行収入を保ってて人気も落ちないんだよね。すごいことやな。私は完結したら一気に見ようと思ってるから、今はダンスの隅に寝かせてるよ。寝かせれば寝かせるほど美味しくなるし、すぐに食べてもそれはそれで美味しい漬物みたいなアニメやな。続きまして8位、アリスとテレスの幻工場361票。おお、岡田真理監督の最新作がここにランクインですか。これ強烈に人を選ぶことは間違いないんだ。作品全体として岡田真理節全開で、思春期の少年少女の心の傷、それが肉体的な傷として現れて存在が消えてしまう世界の物語なんだ。設定とかストーリーとかめちゃくちゃ面白いんやけどな。マッパ初のオリジナルアニメ映画作品として作画も気合が入りまくってたし、満を持しての作品だったと思うんだけど、興行収入は伸びなかったね。やっぱり人を選ぶ部分があるんやろうな。でも
それこそがエンタメだとは思うんだ。100人が100人面白いと思う作品はない。名作と言われる作品だってそうだし、好き嫌いが強烈に分かれる作品っていうのは、自分がどうして好きなのか嫌いなのかって考えるきっかけにもなると思うんだよね。そういうことを考えさせられる作品でもあったわけやな。続きまして7位、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバース、407票。スパイダーバースもめっちゃおもろかったな。スパイダーバースの続編として制作されたんだ。前作よりも映像表現にさらに磨きがかかってて、フル CG でありながらアメコミでも読んでるような感覚で描かれるアニメーションの気持ちよさは本当に素晴らしいんだ。日本のセルルック CG とはまた違った感じよな。ストーリーも面白かったんだけど、同時にこの作品は前後編の作品で、後編は来年なんだよね。リュウさん、それを知らずに見に行ったんよな。もう後編が今から楽しみで仕方ないよ。あそこからどうストーリーを畳むのかめっちゃ気になるな。続きまして6位、ブルージャイアント、417票。出た、リュウさんが映画館行かなくて後悔したやつ。本当に心の底から後悔したよ。ジャズを題材にした作品で、ストーリーはまっすぐなんだ。3人の若者がジャズに向き合いながら成長していく、そんな中での音の表現が本当に素晴らしかったんだ。モーションキャプチャーを利用したアニメーションは本当に体から音が鳴ってるような表現やったな。音楽というものは呪いなんだ。一度そこにのめり込んでしまうと一生忘れられないし、離れたとしてもどこか後悔が残る、そんな音楽にとらわれた人にはたまらない作品だったんだ。もう BD とかも出てますし、気になる人はチェックしてな。続きまして5位、君たちはどう生きるか、459票。おお、宮崎駿監督最新作やな。風立ちぬから約10年、待望の作品だったね。ただ強烈に人は選びましたよね。宮崎駿監督の自伝とも言えるような作品なんだよね。風立ちぬの時もそれを感じはしたんだけど、今作は前作以上に強烈な自己投影をしてて、それを分かった上で楽しめる人とそうでない人にがっつりと分かれる印象があるんだ。映像表現はさすがジブリやけど、ストーリーが好みが分かれるところなんやな。引退宣言をした過去もある宮崎駿監督だけど、結局アニメ制作っていうものに死ぬまで離れられないんだなとも感じたんだ。ということは次回作もあるんかな。宮崎駿監督も82歳、人生100年時代と言われてるけど、あと1作か2作、宮崎駿監督の作品を見てみたいところだね。期待やな。続きまして4位、名探偵コナン、黒金のサブマリン、484票。おうおう、コナン最新作がまさかの4位ですか。これは私も意外だったね。上位3作品が強すぎたってのもあるんだけど、この作品は名探偵コナンとしては初めて100億を突破したんだ。記念すべき作品よな。この映画らしい要素の数々と灰原哀ちゃんのヒロイン感マックスな描写の数々は、私としてはたまらない作品だったよ。ここ最近のコナン映画はほんまにすごいな。どんどん興行収入も伸びてますし、来年は一体どうなるんやろうな。これを境にコナン映画が毎年100億を突破するシリーズになることを期待したいね。来年は服部平次が100億の男になるのか。さあトップ3だよ。まだ出てない作品もありますね。あの作品とかこの作品とか。3位、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー、511票。おうおう、マリオやぁ。今年最大のヒットになったマリオ映画が3位にランクインしたんだ。ほんま、マリオの映画として大正解な作品やったな。ゲーム的な表現もそうやし、ストーリーもわかりやすくて、老若男女問わず楽しめる作品に仕上がっとったわ。兄弟愛を描きつつ、マリオという主人公を描きつつ、クッパという敵の魅力もしっかり描いてて、ピーチ姫の強いヒロイン像だったり、ルイージの可愛らしさだったり、キャラクター描写も素晴らしかったんだよね。明日からアマプラで配信も始まるんやろ。年末年始に家族で見るのもええかもしれへんな。続きまして2位、グリッドマン、ユニバース、681票。すんご、グリッドマンここまで人気やったんか。グリッドマンはグリッドマン、ダイナセノンの2作品があるんだけど、この作品はある種のマルチバース作品なんだ。アベンジャーズとかそんな感じやな。2作品を同一の世界で描きつつ、それぞれのキャラクターをしっかり生かしたストーリーと映像表現もあって大人気になった作品だったね。グリッドマンのレビューそういえばしてへんよな。年末までに間に合わなかったんだけど、今度満を持してレビューします。おお、それは期待やな。さあラストだよ。あれ、今年の話題作はほとんど出た感じがありますけど、何か1位になる作品ってありましたっけ。これ私一瞬組織票を疑ったくらいなんだ。え、だって投票の仕組み的に Google アカウントがないとダメやろ。うん、組織票にしては2位とものすごい大差が開いたわけじゃないし、約800人の方がこの作品を面白いと投票してくれたことは間違いないんだ。は、800人、一体何や。1位、鬼太郎誕生、ゲゲゲの謎、813票。鬼太郎か。ゲゲゲの鬼太郎の前日譚として作られた作品なんだけど、口コミで評判が伸びに伸びて20億を超える興行収入になって、入場特典も次々と作られて、先日は応援上映まで開催されたんだ。制作側もここまでの人気は想定してへんかったやろうな。この作品
横溝正史的なミステリーな世界なんだ。遺産をめぐる親族の争い、謎の風習の残る村、そしてクローズドサークルな環境、そこに絡む鬼太郎らしい妖怪という要素が全てうまく絡み合ってるんだ。ほんまにすごい作品よな。見応えがすごいんよ。一言で言えばエグいんだよね。メインキャラクターのほとんどが傷ついたりしてるし、生き残ってるキャラを数えた方が早いくらい、ほとんどのキャラは最終的に命を落としてる。悲しすぎる。そんな神も仏もないような状況で、最後に立った一つの希望という救いが残る。このストーリーの余韻が素晴らしい作品だったんだ。女性人気もとんでもないことになってますよね。入場特典もちょっと同人的というか、本編ではありえないイラストとかが描かれたりするんだ。この作品、ストーリー的にも続編みたいなのは作れないし、そもそも続編はゲゲゲの鬼太郎につながるからこそ、そういう創造という名の創作も多く生まれるんじゃないかな。なるほど。続編が作られることがないからこそ、ファンがいろいろと二次創作しとる感じなんやな。水木と鬼太郎の父であるゲゲロウのバディ要素もあるし、そういうところが多くの心を掴んだんだろうね。それにしても1位は予想外やな。私も全然予想してなかった。上位に入るだろうなとは思ってたんだけど、途中経過見たらグリッドマンと1位争いしてて、最後の2日くらいで鬼太郎誕生がクイッと追い越したんだ。くさ、それもあって組織票を一瞬疑ったんやな。こうやって振り返ると今年は見応えのある映画が多かったね。名作も多かったな。唯一映画館で見て後悔したのはシティハンターエンジェルダストくらいだね。くさ、どんだけ引きずっとんねん。来年もいろいろなアニメ映画が公開されるし、今年以上に良い作品が生まれることを期待したいね。みんな投票ありがとうな。ではまた次回。